あここからエキシビションマッチ2と題してプロゲーマーの皆さんにプレイしていただきましょう。対戦は各人総当たりで行います。総当たり戦1ターン目は新キャラ限定ということで戦ってくださいということで、皆さん新キャラは何を使うかとかも決まってます、うん、もう決めてます。決めてますか。僕は一応決めてますね。はい、それではですね、プロの皆さんでは新キャラ対戦ということで、うん、初戦時野さんと孫さんに筐体に座っていただき対戦していただきましょう。お願いします。どちらからね筐体を選ぶかはですね、じゃんけんの方でお願いしたいと思います。ちなみにこれ、はい、リーグ戦で総当たり戦、総当たり戦です。誰が勝つか分かんないですね、新キャラ。なるほど。ということは、うん、計6回試合が見えるということですか。そうです。結構なそれはなかなかいいですね、はい、最初の1ターン目は新キャラクター、ね、2ターン目はメインというか、今自分が一番使いたいキャラクターを使っていただいてという感じですね、うん、何使うんだろうね、楽しみだね。あ、いいっす。はい、それでは 1P 側時戸さん、 2P 側孫さんでお送りしていきましょう、うん。今回新キャラだけで、新キャラだけです、はいはい、僕は今回ロレントで、時のロレント来ました。行かせていただきますわ。で、マロさんはあ、エレナじゃない、ポイズで、ポイズ、おこれは来ましたね。まあ、時のさんロレント使いたがってるの割と出てましたからね、さっきもね、はい、ロレントの話してましたから ね、 してましたもんね。ダブルルコンだと、そうそう、ちゃんといいコメントをしていただきました。お、新ステージ選びたいですね。おっ、これもストクロの頃から僕お気に入りなんで、あ、時野さんストクロやり込んでましたからね、やり込んでましたね。ってことはそこ見にくいってことですかね。いや、これね、曲が好きなんですけど曲が好き、あ、なるほど。あとこれロレントの曲になってますよね、今。なるほど、時野式2014 ロレント対ということで始まりました、はい。ロレントは結構中断というか中攻撃がただ技になってるんで、はい、セミでは取りづらい。そうですね、今回のこれの、うん、はい、ポイズンは、まあ、バランス系ですね。飛び道具あり、うわ、早い、飛び道具 EX 早いですね。ちゃんと EX スピンガーで抜けてますね。あ、いいもういきなりうまいんですけど、いきなりうまいですね。いきなり俺前任になったかもしれない。もう俺も前任、孫さんのワンプレイで綾野さん超えられちゃった状態が。あ、出ましたね、きたきたきた、ちゃんとめくったね、あれ、はい、あれジャンプダイパンだと表とかっていう、ね、説明がありましたよね、うんうんうん、あの新キャラ紹介の、あ、これだ、きた、向こうに入りました、はい、これ決まりました。来たのは、まあ、まず1本、まず1本、発生が早くて使いやすいです、うん、おぉ、孫さん、孫さん、ちょっと綾野さん危ないんじゃないですか。もう全員確定じゃない、これ全員ですね。この時点で、この時点で、あー、いいですね、 EX 目込んでるからめっちゃ当たるんです、あれ。ちょ、結構減りですね、これ。スピンガーで溜めつつ、コパコパ、あー、グラッツで、スピンガー、あー、今のスライディングですね。今のね、この中パンチですか、はい、あれがタダになってるんで、ね、セービングが取りづらいと、取りづらい、でも今回からの新システムのレッドセービングだと取れると。そうですね、で寝込んでる歌で削りながらまたスティンガーで溜めて、あ、めくりました ね、 いいね、はいはい、チワシでめくって、あ、この読み合いいいですね。さあ、新システムのレッドセービングとか見たいですね。あ、そして、はい、ポイズンが溜まった、スパコンゲージ、あ、素晴らしい、この使い方ですよ。反応早い、さすが、さすが、トピド式どんどんかかってきてたね。これキャラクター解説動画でもちゃんと説明したんですよ。じゃあ彼見てなかったかもしれないですね。ロレントはまずこれでテクノプリズナーで飛び道具対策と。さあ、孫さんめっちゃ固められてますから、時野さんの5番取りやった。もうちょっと我慢、もうちょっと我慢したかったら、うん、投げが決まって、そう、投げが決まって、あ、いい投げだ。あ、その大パンも、あ、カナダのパン、溜まってます、入るんですね、あ、何でも入ります、溜まってなかった、溜まってなかったですね。さあ、スティンガーの使い方うまい、クナイですね、クナイじゃなくて、スティンガーうまい、今もうクナイで勝ったら時野さん、素晴らしい、もういきなり強いですね。
全員取られました、はい、もう2人とも前任ですね今前任です今前任になりましたねということでありがとうございました、はい、トキルさん、マコさんどうですか新キャラそうですねあそうですね、ポイズの方は結構ウルコンが使いやすいのと、はい、あとは、まあ、ちょっとあんま使いこなせてなかったんですけど通常技キャンセルであの、うん、なんていうんですかねかかと落としみたいなラブミーデーターであれはいいですを使えればもっとその攻めに幅が広がるんじゃないかなって個人的にはちょっと思ってます、うん、なるほどじゃあ時藤さんそうですね、ロレントは本当に機動力があるので、うん、いつでも攻めれるし、うん、いつでも逃げれるっていうのがすごい、すごい逃げ方してましたよね。すごいいいキャラですね。あとやっぱコパンからちょっとねコンボが本当はいけるんですけど、はい、それがちょっとできなかったな今回ここまで。まだそうですね。ちょっとまた練習して、はい、これからやります。タチコパンはやっぱりストクロと同じように使いやすい感じなんですか。あれやっぱり結構使いやすい。判定もちょっと、うん、まだわかんないんですけど、うん、ちょっと強く作ってるのかなっていう感じですね。強い疑惑が。疑惑が。それ明日確かめて。そうですね。ちょっとまだ今はね。でも時野さん名付けたってことは強いんですよ。強い。なるほどなるほど。それではですね2試合目いきたいと思います。梅原選手対モンチャ選手この2人の対決、新キャラ何を使うのかっていうのもかなり興味深いですね。じゃんけんじゃんけん噛み合ってないじゃないですか、この2人さあ、モンチャ選手が 1P 側、2P 側、梅原選手ですね、うん、これキャラクターお互い何になるのかというちょっと楽しこれも楽しみですね。これ残ったキャラ使ってくれるのかな。そこはまだ分からない。いやでも分かんないですよ。分かんない。はい、好きな新キャラって。あ、おお、ボンちゃんエレナ VS。ボンちゃんエレナと梅原。ハカン。ハカン新キャラじゃないですか。新キャラ新キャラ。新キャラ。おお、梅原ヒューゴ。ヒューゴは個人的には、はい、この新キャラの中でも。かなり癖があって面白いんじゃないかな。シュウゴ楽しいと思いますよ。いや見ててもやってても絶対面白いと思う。なるほど。ただ苦しさも普通のキャラの2倍ですけど、そうですねだいぶ苦しいだいぶ苦しい。ボンチャエレナ VS 上原ヒューゴ相当我慢して我慢したいと。でもこれ玉キャラじゃないからいい勝負だと思います。そうですね、うん、確かに投げ合わなきゃいけないでしょ。上原さんいきなりすっごい挑戦してますからもう間にできてるんですかね、使った瞬間からいきなり地上戦、これいきなりニュートラルだってます。ヒューゴ全員地なんですよ。もうヒューゴ全員地ですね。全員地すねやっぱり梅原さんサードやってたと思うんで大体技が分かると思うんですよ。ちなみにサードの中ではヒューゴが一番好きなキャラって言ってましたよ。ヒューゴが技がかっこいいって。ほんとか、ね、ですかね。まあ、あこれも10年前ぐらいに聞いた話だった。10年前からヒューゴが一番好きなキャラだと。そんだけ温めてたってことね。さあ、ボンちゃんが展開していく、うん、これ梅、地味なこの地上戦うまいですね、やっぱ。あ、梅だ。すいません、さっき梅原選手の鉄がかわされました。てか、さっきから 2回ぐらい使ってるんですよ。あれは中段なんですよね、お尻。お尻が中段。中段、足はもう攻撃が取れないです。この梅原さんが全然投げないというね。地上戦してますよね。投げキャラなのに投げキャラなのに地上戦で戦うのに。1ラウンド目は多分布石撒いてるんだと思うんですよ。あー、なるほど。投げまくるようにね。そこからですね、イメージ作りです。イメージ作り、イメージ重要ですからね。なるほど、総当たり戦ですから。もう飛び込んできました。予選手にもイメージを与えていかなきゃいけない、そんなことも考えてみました。宇治君をここでここでここうまく6だ。おお、さあ2人ともウルコンゲージ溜まってます。はい、スパークゲージ溜まりました。あ、2人ともマックスまで溜まりました。熱いこれ、熱いこの状況は。2人ともすごい上手いんですけど、うん、寝込んでますね。来ました。見せますね。いや、いいです ね、 すね。これウルコンダブル両方使いましたね。両方使いました、ね、ウルコン。やっぱ攻撃力がやっぱ強いから、ウルコンからマックス出た。あ、うわー、これはこれは強いんだ。最後スパコンからウルコンも入るんで、うん、え、スパコンからウルコンも入るんですか。はい、入っちゃうんですよ。オーバーキルです。オーバーキル600ぐらい減ります。マジっすか。もうこれはもう2人にちょっと新キャラの感想をいただければと思うので、梅原さん、ヒューゴでしたけど、はい、いや
すごい真面目にやっちゃいましたね。すっごい真面目にやってる、ね、すごい真面目にやっちゃいました、ね、開幕するニュートラルだったもん。ユーゴが逆にすごい真面目にやろうと思って、ね、ユーゴもなんか出ても使いたいみたいな、結構使いたいですね、新キャラの中でもかなり個性が、うん、多分新キャラの中でも一番とかスト4のキャラであんなキャラいないから、いないいない、ね、すごい面白そうだなと思って、お気に入りです、ね、お気に入りの梅ヒルゴ。それに対してボンちゃんエレナということで、はい、そうですね、まあ、結果負けちゃったんですけど、はい、まあ、もっとねエレナっていろいろやれるキャラだと思うので、はい、今後そういうの頑張ってやりたいなと思います。はい、ありがとうございます、はい、それではですね、この、まあ、1回掴んだ感じからこの後続いて1シーズン続けていきたいと思います。それでは梅原選手対時野選手お願いします。はい、ということで9号ロレントになるんですかね、ってことか。そうですね、ヒューゴロレンになります。これはキャラ固定で言ってもらいたいと思います。あ、これはまた面白いですね。面白いですね、うん、さあ、ワンピー側がトキドロレンと、トキドロレンとツーピー側が梅原ヒューゴとなっております。うん、これ通常だったらロレンと中距離なんで、はい、ヒューゴ的にはやりづらいんですけど、はい、さっきの梅原さん見てると、はい、もう投げ関係ねえと。確かになんかナイフできつそうな気がする。あ、それはありますね、はい、でも体育投げありますからね。あ、確かに、うん、梅原さんなら掴んでいくぞ、掴んでいくんじゃないかと。さあ、時戸さんナイフを投げまくるのか、うん、やっぱ投げまくりますね、投げまくりますね。これ時戸さん、やばい、そうそう、あ、そして、あ、いいですね、うまい、うまいな、あの透かしから、あ、いきますね、うわ、すげえ、あ、ちょっとずれた、ちょっとずれた、お、で、しかしちゃんと画面端追い込んで、あ、これエグい、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 トキドスキー来ました、トキドスキー来ました、熱い、ひどい、これはエグい、これは、あ、抜けた、さあ、抜けますか、お、ヒップアタックからの、あ、いいですね、これ体力リードしますね、してますね、トキドさん、ちょっと、あ、来た、これは、ダブル、ダブルちゃんと使ってきました、センスがすごい、これまだサブレなんでね、うん、あんまり減らないけどね。あ、さあ、これ、さあ、これは格闘はないですかね。しかしローレントにはダブル、あ、ウルコンゲージが残っている。梅原ヒューゴ、本当愛を感じます。あー、すごい、梅ヒューゴ強いな、これこれだけ強いですか、梅ヒューゴ、これこれ、全員近くてた、これ15世代結構明日も増えるんじゃないですか。うん、かもしれない。れられたから、さあ、時々して攻める、さあ、時々してからね、これ一回出ししないといけないです、時々は。そうですね、はい、これ一回ちょっと出ししないと、梅原さんがね、はめられちまう。あ、さあ、画面端追い込んだ。あーっと、この波長、あ、いいですね、ニュートラルダイバー、あ、ダイパンいいですね、はいはい、すごい。そして掴んで、今のは通常投げですよ。はい、そうです、通常投げです、前投げです、はい、さあ、時々して返すが、ここで意外になって、あ、セービング、セービングで、さあ、ここでちょっと怪我しつつの、あ、あ、あ、投げた、もう見切られましたね、見切られましたね、あ、今スカッて、はいはい、投げりゃいいんだと、そう、ここでマインスイーパーはガードされる、そして吸い込まれる、なるね、素晴らしい、梅ヒューゴ強い、強い、すごいですね。まあ、どんどん見ていきたいと思うので、孫さん対ボンちゃん選手です、はい、お願いします、うん、いや、本当面白そうに使うよね、梅ヒューゴ、面白いです、かなり面白いです、かなり面白い、かなり面白い、気に入ってる感じで、かなり気に入ってました、かなり似てるなっていうのが伝わる。これもしかしたら大会で使ってくれるかもしれないですね。そうですね、場合によっては竜ダメとか言われたらですけど、竜がダメだったらっていう。そうですね、それでは続いて始まりました、はい、ワンピーがボンチャイナー、ツーピー側の、はい、ま、孫ポイズンです、ま、はい、いいですね、この飛び道具はスライディングで受けれるんですか。これは確かに受けれます、受けれます、受けれます、抜けれます、はい、これは結構飛び道具の使い方にも気を使いながら、そうですね、はい、ただポイズンはあの弾速が結構違うという3種類持ってます、うん、そうですね、うまく使い分けると、めっちゃ速いよね、EX であればテコンデルタの EX 版も発揮できるじゃないかな、うん、
あーいいですね、いいですね。あエレナやっぱり豊富な中段で崩していきたい。そうですね、中距離からはスライディング見せつつ近距離は中段で崩してっていう探り方ですね、エレナ。もう今のは何でしょうか、うん、DX の一段はちょっとわかんないから、ポイズン側ですか。いや、エレナ側が一段見てない。あ、これはウルコンが、うん、ウルコンは、うん、飛び道具と、はい、何がある、あとは投げ、投げ、コマンド投げがあります。コマンド投げと、はい、じゃあこれもダブル、まあ、結構ありと思います。ポイズンキッスものすごく射程がね、そうですね、うん、前投げ前が前前が短いんですね。これは結構難しい。難しい。でも入ると痛そうな感じ。痛いですね。ね、ああ、そうですね。あれがね、あれが早くて見にくいんですよね。あ、いいですね。いいですね。ああ、そうそうそう。うわ、すげえ。そう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 。あら。画面端。可愛いですね。うん、ああ、いいです。綺麗なセービング。うん、あの、はい、ちょっと後ろに下がる感じなの。あー、来た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 。 EX 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 EX、 あー、うん、持ってから EX エオルフエッジ。そうですね、モンちゃんもエレナかなり使いこなしてきましたね、うん、もう全然試合目で早い。あ、うわ、差し返していく、うん、さあ、このままモンちゃんが勝つのか。体力差も、あ、マーゴー選手取り返してきた。中段見えてる見えてる見えてる。EX、 あー、やったらもんちゃんは反応が凄まじい。それではですね、孫さん続きまして梅原さんと孫さんで戦っていただきたいと思います。うん、梅ヒューゴ3連勝なるか、3連勝なるかなんですが、ちょっと玉キャラとの対戦見てみたいですね。あー、苦しいと思いますよね。苦しそう、さすがに。ちょっと玉多めで、玉多めでまたさっき綾野も言ってましたよね。宮原さんがどう探すかっ、ね、そう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 、名球号が、うん、さあダブルを選んだ。次はコスモステージ。今回ステージって何個追加されたんですか。6つですね、はい、6個、6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 、
さあこれね、やっぱりでも体を梅原選手、梅原選手、なんか分かってますね。消してる、消してる、消してる、ジェミニーさん、なんか分かってるな、なんだろう、相当気に入ってますよ。外分かってるな、使い方面白いですね、これこれはびっくり、削って、取ってみたいな。あ、おー、上をちゃんと抜けた。あれね、あの結構ね、あ、判定微妙なんですよね、ジャンプで飛び込んで攻撃しちゃうと。なるほど、うん、はい、ちゃんとコパン刻んで、コパ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 と、うん、あ、いや、これ分かってるな、動きが。あ、マコさんもね、これガメアジンちゃって急に側にやばい、さあ、うまい。あ、当たっちゃった。あ、これ違います。これはあの、はい、はい、ワンです。コパン、今のはじゃ飛び道具が当たった時に、そうです。ヒットで発動。ウネコパンっていう。コパンスエーターってみんな梅コパン打ってますか。いや、あのコパン結構ダメージ減るんですよ。コパ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 って 5回ぐらいこう決めちゃうと結構なダメージ。まあ、サドルもあのありましたからね、ああいう、うん、ありましたね、ハンマーパンチに繋がりましたね。そうこういう人ってバックステップのアップは性能いいように見えるんですか。バックステップってあとはキック3つ、3つキック3つの、はい、あのバック転、バック転があるんです。あ、バック転もあるんですか、あれの丸ログみたいな。あ、そうそう、結構飛び道具きつそうに見えたけど、結構なんか、いや、あの端まで追い込むため、うん、追い込めればやっぱりいけるんで、はいはい、それまでにいかに、あ、でもきついですね、やっぱ中央はこれ、うん、ただあのジャンプして空ジャンプだったら、はい、弾は結構食らわずに地上でガードできるっていう話で、あ、今モンスターラリアットかな。じゃあいかにじゃあヒューゴは端に追い込むかみたいな、追い込むかでも弾に歩きながらガード混ぜながらプレッシャーをかけていくっていう。で、弾も消し、おお、来た、おっと、弾が来た、梅ハンマーなんて、あー、ちゃんと、ちゃんと、あー、ちゃんと裏回って
でもこの辺はパーフェクトなるのか。仕上がり、パーフェクト素晴らしい、パーフェクト素晴らしい、復帰決めました、すげえ。それではですね、新キャラ対戦最後になりました、時の選手とボンちゃん選手です。お願いします。いやパーフェクト素晴らしいですね。すごかったですね。あのスパコンの減りすごいですね。びっくりしました。あんなに減ると思わなかった。あれちょっとね。勝負決まって。飛びからのあれであんなに。ちょっと一回飛び道具打ったら。飛び道具打っただけなのに。飛び道具一回打ったらっていう。あ、そうか。あそこからウルコン入るっていう。入るんです。入るらしいですね。あれすごい、スパコン溜まったら結構。やばい。やばいですね。やばいです。スパコン食べて端に持ってくみたいなキャラだあれ面白いですね。面白そう。あんだけ減ると。さあ来ました。新試合時の選手、ボンちゃん選手のワンツー側ですね。ワンツーがボンちゃん選手の時のコメントです。これがですね、新キャラの最後となります。ちょっと遠かったですね。スパコン使い出そうだった。出そうですね。さあ時のさん、スパコンを使いこなしてますね。うん、もう気づいてますね。気づいてる。疑惑がね。疑惑がこうなんか。見つけるの難しくて早い。早いですね。さあ、あ、決めてた。ああ。おお、しっかり。ああ、しっかり返した。はい。そうですね。飛び出しからの来ましたウコン。入りますね。はい。これはしっかり決めて。ドーン。かっこいい。さあ。ここまで引いて、あー素晴らしい。時之助ちゃんともう見えてますよ。あ、ネクロがボンちゃんスパコンいってきた。ボンちゃん決めてきますね。ボンちゃんいいところ見せましたね今ね。繋がってないだろうと、繋がってないだろうと。さっき見てましたよね。実際は繋がるって、実際繋がるのガキですよ。先ほど聞いてましたから、そこでボンちゃんしっかりとスーパーコンボ入れてくれる。さあコパンコパンチワシ、この駆け引きがまたいいですね。さあセリに向けて投げて、また画面端取る。バックスとかやるのが強いんですよ。スライデーだし、セリバックスで避けてますよね。はいはいはい。あ、固めていく。うん。そうなんです。当たりにくくなるんだよね。うん。あ、最後は、はい、スライディングで締めた。さあ1-1。最初は相打ちで始まって。あー、EX 寝込んでるか。コパンでプレッシャーかけていく。あ、ボンちゃんか。いいですね、あいいですね。あれは EX 使うところを分かったんですね。はいはい。あ、コース変わって。すごいな、いきなり吹いちゃうな。はいはい。うん、これ感覚で分かっちゃうのかな。感覚で、どうやって思うとね。まだ2フレーム目とかある。うん。来ました、ボンちゃんヒーリング。あー、あ、ウコン入った。はいはい。ドーン。さあ、さあどうなるか。体力差は、あ、反動が。体力差は、あ、コパンで締めた。最後真剣でしたね。いや、かなり真剣でした。真剣っていうか、なんかみんな熱くなってかなり真剣ということで、まあ、真剣の縛りで総当たり戦やっていただいたんですが、まあ、じゃあボンちゃんからどうですか、まあ、真剣の縛り。もうなんか最後の方かなり壊しまれた仕込みとか、そうですね、いい感じの動きになってます。もうこんなあのお遊び対戦だったんですけど、結構ガチで勝ちにいっちゃったんですけど、結果ね、ちょっと振るわなかったですけど、すごい楽しかったです、うん、はい、ありがとうございます。それでは孫さん、そうですね、ポイズンは今まで通りというか、まあ、その今までいたようなキャラとちょっと似たような性質を持ったキャラクターなんですけど、うん、まあ、その中でもちょっと癖があってまだ使いこなせない感じがあって、ちょっと悔しかったですね。あ、なるほど、はい、ありがとうございます。それでは滝田さん。いや、いろんな発見があり明日から楽しみですな
楽しみです。楽しみです。やばい。はい、悪い顔してる。悪い顔してる。もうなんかいろいろ見えたんですよね、今の対戦の中で。それでは、全勝優勝で梅ヒューゴでーす。こういうのやると優勝するよね、うん、前も DJ で優勝だったよね、スーパーが出た時アドンだね、アドンそのあの時は多分アドンで、あの新しいゲームが出るとあの一番最初いつもうまいってやる、ね、あのそう意外と時々にうまいんですねってあのそうそう言われるのがちょっと嬉しいですね、そう時々に褒められるんだよね、そうそうそう、あ意外とうまい、意外とうまいんですねみたいなそう時々に褒められるっていう、そうですね、まあ、また褒めてもらおうかなと、はい、今キューゴどうでしたよ、もういや相当爽快感がありましたね、スパコンやばかったね、そうですね、あと、うん、あの投げとかも全部すごい減るじゃないですか、減ります減ります、で俺大振りの技って結構好きなんですよ、もともとなんですごいすごい気持ちよかったです、 ありがとうございます、はい、ということでですね、この1ターン目が終わって続いては2ターン目、ここからですねガチ対戦ということで、今、はい、一番大好きなキャラクターを使って対戦していただきたいと思います、はい